チアマゾールは、高甲状腺薬の一種である。メチマゾールとも呼ばれる。プロピルチオウラシルと同様、甲状腺ホルモンを抑制する作用を持つ。チオアミドに属する。日本では、メルカゾールの商品名で発売されている。チアマゾールは、甲状腺機能更新症、すなわち、血中の甲状腺ホルモンが過剰になった状態の治療に用いられる。 この薬は、甲状腺手術や放射性用度治療の前にも、血中甲状腺ホルモン濃度を低下させ、甲状腺の操作の影響を最小にする目的で、用いられる。チオアミドは、甲状腺ホルモンの生合成の多くの段階を、ブロックする。この中には、サイロキシンの生合成に必須な段階である、酵素甲状腺ペルオキシダーゼによる、サイログロブリンの溶度化を含む、 もしチアマゾール内服中に発熱や喉の痛みがあった時には直ちに主治医に連絡する必要がある。これは、これらの症状が無下流球症に由来する可能性があるためである。白血玉数と分割の測定が行われる。無下流球症の際にはチアマゾールは中止される。治療のために組み換え人 GCSF 製剤が用いられる。以下のものが挙げられる。 皮膚症状の頻度が比較的高い。甲状腺日本来分泌学会雑誌ボリューム87ナンバーサプリメント -1 特集号第20回臨床内分泌代謝アップデートプリシディング P35 から43人新初期のチアマゾール投与に関する注意喚起について日本甲状腺学会ありがとうございます。